もっと庄司智春。今回はフレンチフライのチャンピオンを決めよう。さあ続いてのポテトお願いします。これはどこですか？ウェンディーズ、おかえり。ねえ、すぐ戻ってきたね。いなくなったと思ったらすぐ戻ってきた。ねえ、甲斐バンドみたいな戻り方です。いらなかったな今。じゃあいただきます。あー、懐かしい。銀座7丁目劇場出身なんですけど、銀座7丁目劇場の前にウェンディーズがあって、よく食べてたんですよ、先輩とかにね。特艦小僧の吉村さんに買ってこいって言われて、お前も食べていいよって言って。懐かしい味。うん、さっき言ってた香ばしさもある。ちょっと塩レトリアス食べていいですか？これね、決まりました。判定はウェンディーズ。うまいよ。なぜかっていうと、この俺が先ほどから言ってたファーストキッチンにあるこの甘みからこの香ばしさ、これもあるんですよ。しかも何でしょう、この芋のこの素材のこのしっかりとした味がすごくこう、あんまりこう強めじゃなくてちょうどいい感じで、あの口の中をこう回ってくれるんで、すごく美味しいです。チャンピオンはウェンディーズです、今のところ。登録してください。ぜひ登録してください。